今年の公演作品は観客に夢を感じさせることが大切よ。一緒に可能性にかけましょう。ドキチン、ついてきてくださるわよね。ぴったりだ。気が合うな。へえ、今日はなかなか決まってるじゃないか。うん、いい天気だ。空が澄み渡っててさ。展望台があるぞ。行ってみようよ。橋がよく見えるよ。ここからの眺めって綺麗なんだよな。バカ、何言ってるんだ。もうなあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こう。そうだな、私はコーヒーブラックでね。けどお前も変なやつだよ。私なんかとこうして話してて楽しいかい？まあ私はそれなりに楽しいんだけどな。本当よかったよ。みんなが戻ってきて、エミも元気になれてさ。別に私には関係ないな。まあ見物には行くよ、気が向いたらね。そうだな、それはあるよな。さてと、それじゃあ帰ろうか。まだちょっと話足りない気もするけど、また来ればいいか。別に喫茶店は逃げないしな。今日はなかなかいい線行ってたぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。急に電話をくれるな。
たよ。渡したいものって何？すごく嬉しい。ありがとう。あのね、よかったらでいいんだけど、私の家に寄っていかない？せっかく持ってきてくれたんだもん。立ち話もなんだし。どうかな？ありがとう。じゃあ、行きましょう。さあ、どうぞ上がって。それじゃあ、プレゼント、開けてもいいかな？嬉しい。最高のプレゼントだよ。調子はどう？下級生たちも見守っているわよ。ええ、とてもいい仕上がりね。期待してるわよ。見事だったわ。さすがに私が惚れ込んだだけの才能が終わりね。きちいな。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。いいよ、さあ早く行こうぜ。ちょっと寒くなってきたかな。そんなの悪いよ。でもありがとう。嬉しいよ。なあ、
もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話し足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こう。ああ、わかった。思ってたんだ。こういうところに二人で来る連中って何が楽しいのかってさ。今はわかる気がするよ。ほんの少しだけどね。そうだな。そうだな。まあね、好きだよ。勉強よりはね。さてと、それじゃあ帰ろうか。まだちょっと話し足りない気もするけど、また来ればいいか。別に喫茶店は逃げないしな。今日はなかなかいい線行ってたぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。